というわけで、初見さん関係、質問関係、投げ銭スパチャー大関係、パーカッションのワークショップをやってまいります。高文がお届けします。よろしくお願いします。やっぱそのね、知らないことによって、あの、体を痛めるとか、取り返しがつかないことになるっていうのが一番怖い。から、気をつけた方がいいと思いますよ。昔のね、教則本とか、古いスタイルの先生とかね、えー、あるいは吹奏楽で習ってましたみたいな方に多いのは、 このスラップ鳴らすときにこのリムを使ってこうやるこうやるパターンありますと。でこれはこれでえと要するにその圧力をこの反動反作用を使って強調しているっていう方法論なんだけれども。 これはね、その、高い確率で手首を痛める、故障する可能性があるので、えー、やらない方がいいと思います。<laughs> はい。下手なことは言わないんですけれども、まあ、どうしてもこれでやりたいっていう方がいたら、まあ、それは、まあ、ご自由にっていう感じなんだけれども、えー、多分ね、近い将来、後悔すると思います。ので、このね、えー、リム使って、えっと、反動でやってる。 えー、多分そういう方ってね、手痛いと思うんですよ。痛いと思う、ね、この <laughs> 反動も50%ぐらいもらってるわけなんで。なんで、実はそんなことをしなくても、鳴らせますっていうことを知っておいていただきたい。そうそう、吹奏楽。そう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 。あれは何なんですかね僕の予想では多分、昔の教則本とかにそういうことが書いてあって、 であんまり教則本の種類がないからみんなそれを読んで育ったんじゃないかなと <laughs> いやーあのねそうそうできればね直した方がいいと思いますよ確かにプロでもそ,そのようなや,や,やり方をやってる方がいらっしゃいます、えー、いらっしゃいますプロでそれをやってる方っていうのは、えー、あえてそのこの反動を使う強烈なアタックの音が欲しいからその方法を選んでる って考えてくださいだからこのやり方しかないっていう話ではなくてえー、リムを使うやり方は方法のうちの一つなんだけれどもえーまあ、とってもリスクが高いけれどもそのリ,クスリスクを冒してでもその音が欲しいっていう方がプロで叩いてるっていう感じなんですだからえー、っと <laughs> まあプロの方だったらねやってもいいんだけど プロの方だったらその自分の命を削っても寿命を削ってもいい音鳴らしたいっていう思うことはあると思うんだけれども、えー、そのね一般の方っていうか趣味で今が楽しみたいっていう方がその命削って鳴らす必要ないと思うんですよはいだからあの削らなくても実は代替案はありますよっていう話ですはい一個その知っておいていただきたいのはやっぱりねその時代によって えー、知識の差があります。というのはもともとこのコンガっていうのは本革を張っていたわけですしこの張っているリムこのテンションをかけるものもね、えー、昔のジャンベなんかは本当にその動物の腸とかで引っ張ってたからあんまりテンションかけられないみたいな話があるんだけれども、えー、要は時代が進むごとにこのチューニングの精度楽器の精度革、えー、の あり具合ののの精度っっててていうのは高まってきてまきすので最初に言った通り今の楽器現代の楽器でちゃんとチューニングすればえそこまでねその何体に負荷なく要は痛い思いをせずに鳴らすことは可能です。はいこれだ言い切りますけれども可能です。でその昔の方法論っていうのはとにかくその楽器がよくならなかった頃のえ方法論だったりする。 で、それが今も伝わってるみたいなことって結構あるんですよ。だからそれはね、結構注意していただきたいというか、えー、まあ、いろんな情報を得て自分で判断していただくといいかなって思います。ろう部くは大抵手首良くても前腕から先しか写してないものも欠点ですね。ああ、そうですね。しかもね、その僕思うのは写真でやっぱりね、わかんないんですよね。スラップってこうですっていう写真が載ってたら、こうね、 ここに当ててののかなって思っ思ちゃいますよね。まあ、要はね、要は自分の体が痛いかかかどうかでチェックしていいいただければいいかなと思いいます。痛いと思ったら多分どっか力入りすぎか、えー、必要以上にオーバーワークしてる可能性がありますので痛いとか、えー、練習し終わった後にどっかこう張ってないかなとか不自然に体が筋肉が腱が張ってたりしないかなっていうのをチェックしていただいてそれで問題なければいいかなと。 思いますけれども、えー、問題がある場合は、なんか自分のやり方間違ってると疑うといいのかなと。うん、絶対壊さない方がいいですよ。壊すとね、あの、メンタルやられますからね、マジで。あ、で、その、リムを使ってね、えー、リムの反動でやってたっていう方、もしいたらなんですけれども、そういう方には、実はね、ここでやるよりも、さっきちょっと言いましたけど、このダメン内でやる、 ここを使う方が、あの、パンチがあるスラップが出せますので、このスラップを採用してもいいかもしれない。では、ここじゃなくて、この中でやる。ちょっと、でかい音出しますね。でかい音出します。えー、このダメの中でスラップやるとどんな感じになるか。 まあこんぐらい爆音になるという感じです。で本当に、えっ、ー、と、超爆音のバンド。えー、もう20人ぐらいのオルケスターですとか、えー、ロックバンド。あるいはちょっとハード、<laughs> ハードコアのね、バンドなんか叩くときに、僕がやってるのは、 ここでスラップを打つと、要はね、ここの方が、こことここの方が圧力をかけられるから、あの、限りなくこう、リムを使ってやってるのに近いスラップが鳴らせると思います。で、このやり方であれば、ただこう、落下させるだけなので、あまあこの手首グイってやらずに、爆音で。 鳴らすすすすすこことがででできますのでこれ結構ねおすすめです多分あんまりねやってる人みないと思うんだけどこれただこうえっ、ー、と要はベースでねベースで手のひらをドスンって落としていたのをこうちょっと浮かせた状態真,真ん中を浮かせた状態でベースをやるみたいな感覚で落とすと鳴らせます。